皆さん、こんにちは。今日もフィリピン・パラワン島プエルト・プリンセサの自宅からお送りしています。今日もですね、いただいたメールがあるので、いつ読んでいきます。これだ。メール読んでいきます。初めてメールいたします。ちょっと暗いな。54歳の独り者です。今朝の動画で LA で出会った子を3日間キープして遊んでいるという人の動画を拝見しました。あ、僕の後をつけてきた人の動画ね。はい、今朝のね、公開した動画。実は私も同じようなことをしてしまいまして、今ちょっと困ったことになっています。何を頼む。誠さんに相談しても仕方のないことなのですが、何かのアイデアと言いますか、誠さんの考えをお聞かせ願えれば助かります。私の相手とは8月に LA カフェで出会い、意気投合し、やはり3日間一緒に過ごしておりました。その時は1週間の予定でマニラに行っていたのですが、3人目に出会ったその子が感覚的にバッチリ合ったということで、その後私が日本に帰るまで一緒にいたというわけです。1週間6泊してて、あ、他の子を連れてって3人目に連れ帰った子が あったということね。私が8月に日本に戻ってからもビデオチャットで週に3、4回は話していました。そして先月10月に再びマニラに訪れ、彼女と会いました。8月に行った時に私は彼女に対して本気になってしまい、LA にはもう出入りするなということで、彼女をサポートすることを決めてしまいました。彼女には子供が一人、3歳になる女の子がいたのですが、生活費などで1万2000ペソあればやっていけるということで、その程度の額を9月日本から送金しました。10月はマニラに行くので直接手渡しするということであったのですが、そこで驚くようなことを彼女から告げられました。8月に会った時に私の子供を妊娠したらしいというのです。彼女と過ごした3日間のうち最後の夜は避妊をしなかったのです。しかし疑えばキリがありません。私が帰った後の8月、9月も LA に出入りしていなかったのかどうかははっきりとは分かりません。疑うわけではないのですが、彼女はとてもいい子で、素直に私の言うことを聞いてくれたとは思っています。まして、LA で初めて会った男とホテルに行くなんて、好き好んでしているわけではないと彼女も言っていました。9月と10月、生理が来ていないということで、まず確実に妊娠しているであろうということで、妊娠検査薬を買って彼女と一緒に検査をしたところ、青いラインが検査薬のところに出ました。陽性ということで妊娠しているということです。私も惚れている弱みというのでしょうか。妊娠ということが分かってからも、彼女と一緒に過ごした時、もう妊娠の心配はこれ以上ないということで、避妊も何もせずに5日間を彼女と過ごしてしまいました。10月にマニラから帰るときには、とりあえず毎月4万円を送金するという約束をしました。ペソで言うと1万5000ペソぐらいになります。私は来月12月に再びマニラに行く予定です。その時に彼女の家族に会いに行く予定をしています。彼女の方から彼女、家族に会ってほしいと言ってきたのです。ブラカのかなり奥の方らしいですが、2人で行ってみようと思います。女性は妊娠した場合、その時に複数の男が相手になっていたとしても、誰が子供の父親か分かるものなのでしょうか。疑うのは良くないと思いつつも、仕事として LA に出入りしていた彼女なわけで、完全に疑わないということも難しい思いです。もし8月に私が帰った後も LA に出入りしていて、そして妊娠させたのが他の男だとしたら、私はまるっきりバカですよねって。しかし自分の中では彼女を信じなくてはいけないという思いもあり、ビデオチャットをしている時にちょっとそんなことに触れると、彼女はものすごく機嫌が悪くなります。
まとまりのないメールですみません、誠さんどうお考えでしょうか、よろしくお願いしますっていうことですけど、なんか子供電話相談室レベルって感じもしないでもないんだけど、まずあなたがしなきゃいけないことは、保健所行って、エイズ検査、HIV テストをね、してください。今ね、かなり蔓延しているんで、彼女も感染しているとしたら、母子感染っていうこともね、あるわけで、妊娠が何、検査薬で分かってから、5日間はもう避妊も何もしないで、もうどうせならいいって言ってやっちゃったってこと。で、毎月お前に送金するって、どうするつもりなの？一緒になるつもりなのかな？まあ、そのね、まず病気の検査をして、そうだよね、まず自分の身も大事だと思うんで、ほら、わかんないですよ。どんな子かわかんないし、で、あなたと約束してね、サポートしてくれるって言った後も、やっぱり、お金ってあればあるほどいいじゃないですか。だから、もしかしたら嘘ついてるかもしれないし、あなたが信じてるように、もう、ね、嫌な仕事しなくていいって言って、自宅にずっといたかもしれないし、それはわからない。ただ一つ言えるのは、あなたもやることやったんだから、あなたの子供だって可能性もあるわけじゃないですか。そこはね、僕は逃げてほしくないなと思うけど、いくらね、春を売ってるような女の子が相手だとしても、あなたも本気になって、この前は5日間ずっと一緒にいたわけでしょ？で、子供が生まれる前に、なんていうのかな、出産前、なんていうの、親子判定みたいなのもなんかできるって聞いたことがあるんだけれども、まあでも、ねえ、そうだよね。それまではサポートしてあげるしかないんじゃない？お腹も大きくなってくることだろうし、いくらね、嘘ついてたって、また、職場に戻ることもできないだろうし、女性は妊娠した場合、その時に複数の男が相手になったとしても、誰が子供の父親かわかるものなのでしょうか？これね、僕ね、女の子にね、わかるって聞いたことあるけど、わかんないでしょうと思うんだよね。どうなんでしょうね。僕はわかんないと思います。多分ね、わかんないけど。彼女が家に出入りしたかどうかわかんないってことをね、8月、9月、で10月もあなたが来るまでね。まあでも信じてるっていうことで今サポートをもうしているわけで、で、ビデオチャットしているときに、だからもう信じるなら信じるでそのことに触れちゃいけないよね。あなたが安っぽくなるから、まだ疑ってるっていうふうにね。だから疑ってるのはしょうがないことで、それはもう胸の奥にしまっといて、時が来たらちゃんと検査すればいいことで、まあ本当にその時にね、彼女に惚れていてっていうんだったら、別にあなたの子供じゃないって分かっても育てるって道もあるし、彼女の子供ではあるわけじゃないですか。惚れてる彼女の子供でもあるってことだけどね。まあそこまであなたがね、腹くくれてるかどうかっていうのは僕わからないけれど、よくでもさ、否認せずに、ねえ、今すごいんですよ。HIV とかね、梅毒とかね、クラミジアとか、もちろん淋病もだし、いろんなのが蔓延してるっていうんでね。まあ、ね、淋病とかそういうのはすぐにね、わかるだろうけど、HIV ってほら、10年潜伏するとか言われてるから、今すぐ、もう明日にでもね、保健所行って、タダで調べてくれて、その場でわかりますから、匿名で調べてくれるんだよね、あれね、確かね。そうやって、で、もし、あなたが感染してるとしたら、彼女にも感染してる可能性がかなり高いんで、まあ、それは彼女からもらったかもしれない。それはわかんないですけどね。ちょっとそれを調べてみましょう。まあ、ここにね、もう書いてあるってるように彼女が言ったんでしょ？誰だってそうですよ。ここで、LA でね、初めて声かけた、あるいは声かけられた男と、ホテル行ってどうのこうのって、誰も好き好んでやってるわけじゃない。まあ背に腹が変えられないっていうことでやってるわけで。
ただね、彼女の年齢とか書いてないけど、まあそれがね、僕聞いたことあるんだけど、LA の子にね、他の仕事なんかもうできないって言うんですよ。バカらしいって言って。だって1日働いて300ペソ、400ペソしかもらえないって、それがね、ほんと1時間、2時間で、それこそ2000ペソ、3000ペソ、4000ペソ、人によっちゃ5000ペソ置いてったりとか、彼氏みたいなのになるとね、日本からもお金送ってくれるとか、だから普通の仕事にアホらしくってできないっていう声も僕は一人じゃない。何人もから聞いたことあります。だから、ただね、もう信じてるわけで、惚れてるんだったらって思うけど、まあね、やめとけって声もね、多いかもしれないけど、出るかもしれないけど、でも、彼女妊娠してんでしょ？だもしかしたら可能性としてあなたの子供っていうのもあるわけで、否認しなかったっていうのは事実なわけだよね、8月に。で、10月も全く否認してなかったわけだよね。だから、もう責任の一端はあるって言ったら言い方おかしいけれども、とりあえずサポートするって決めたんだったら、面倒見ましょうよ。わかんないですよ。あなたの子供かどうか。僕には全くわかんないことだけれども、まあ、あなたの責任だよね。そうやって、ちゃんと、ね、否認をしなかったっていうので、でも、彼女もその否認しないでも、OK って言ってしまうっていう女の子であったっていうのも事実だよね。そこら辺も頭に入れた上で、でもね、もうこう入ってるわけだもんね。だったら、面倒見てあげればいいんじゃないかなって、どうしてもね、疑いがこう、どうしても拭えないようだったら、まあ時が来たら、DNA 判定とかそういうのね、今簡単にできるみたいだから、そういうのするのもいいと思いますけど、ただもしもね、それであなたの子供じゃないってなったらどうするのって、彼女と別れるのって、その時すごく惚れてたらどうするのっていうことね。だから、彼女の子供であることは間違いないわけなんだよね。で、あなたが彼女に惚れてるんだったら、彼女も子供いるんでしょ？3歳の娘って言ったっけ？だからもう一人連れ子がいたというぐらいの、でもあなたと同時進行に出てたとこだからね、そんな単純じゃないのかもしれないけれど、まあ、あなたのせいです。はっきり言って。だから、まあ、惚れててね、そうやって、もう今約束してんだったら、とりあえずその状態を続けて、ね、時が来たらね、検査するっていうのでいいんじゃないですか。で、この検査結果が、ね、どっちと出るか僕はわかんない。その時あなたがどういう判断をするかわからないし、その時どれだけ彼女に惚れてるかってことでしょう。で、先々どうすんの？その彼女、結婚歴とかあんのかな？結婚しちゃおうとか、そんなことまで考えてんだったら、まあ、なんとも言えないけどね。まあでも、あなたの行動が招いた結果ですから、責任取るべきところは取りましょう。日本人としてね、と思います。僕の方からはね、こんな風にしか言えませんけれども、またいろんな方からね、コメントあるかもしれませんが、ちょっと読んでみてください。僕の方から特にコメントに対してのね、返事はしないですけれども、まあちょっとね、いろいろ大変だと思うけど、また12月に来るんでしょ？マニラに？ホテルに滞在するのかな？ああ、そうかそうか。ブラカンの方に訪ねるって言ってたんでね。まあ、そのうちの状況を見るのもね、いいことでしょう。先々、もしね、もっと進展していくとしたら、頑張ってください。やったことのね、尻拭いするっていうのは自分自身でやんなきゃいけないことで、そこら辺だけね、きっちりこう、肝に据えて行動してください。今日この辺で失礼します。